ドミニク・ブシェは、フランス料理のシェフ。フランスのシャラントマリティーム県出身。1969年、料理人の CAP を取得し、ラロシェルのホテル専門学校で学んだ後、パリのフランス料理店の厨房で込みとして、働き始める。19歳の時、セーヌ川の洗浄シェフをしていたジョエル・ロブションの下で3ヶ月働いた後、兵役に1年間服した。 1974年、22歳の時に、コンコルドラファイエットホテルのシェフに就任していた、ロブションの下に戻り、右腕として活躍。1978年、ジャマンのシェフに就任し、3年間2つ星を維持する。1981年、当時ミシュラン三つ星の、トゥールダルジャンのオーナー、クロード・テラユより、厨房の指揮を取るよう依頼され、若干29歳にして、 三つ星シェフとなる。この頃から日本との関係を積極的に築き始め、東京のトゥールダルジャン開業にも携わる。7年にわたり、三つ星を維持する。パリで20年間キャリアを積んだブシェは、生まれ故郷である、シャラント地方、モスナックにホテルレストラン、ムーランド・マルクーズを開業し、オーナーシェフ兼、ビジネスディレクターとして2年目に2つ星がつく。それから八年後、 パリの中心、コンコルゾ広場に佇むパラス、ホテルド・クリオンの総料理長に就任、メインダイニング、レ・ザンバサドゥールほか、ホテル内の食にまつわるすべての指揮をとる。1999年、フランスの料理専門雑誌、レ・シェフによって、フランス中のシェフ、パティシエ、ソムリエの投票によって、今年のシェフに選ばれる。30年間ガストロノミー会を牽引してきたブシェは、2004年、 ホテルドクリオンを離れて独立、パリパックに自分の名を冠した小さな店、レストランドミニクブシェをオープン。続いて、日仏交流の場として、レストラン隣には、バイサロンを、反対隣には、セルフサービスのカンティーヌ、リートルビーもオープンした。美食にまつわる仕事で、アメリカ合衆国、イギリス、ベルギー、オランダ、シンガポール、スイス、モロッコ、タイ王国、 トルコ、日本、ウルグアイ、レバノン、イタリア、中華人民共和国に赴く。特に、日本との関わりは親密で、日本を第二の故郷と呼び、2000年代からは3週間ごとに、パリと東京を往復する多忙な生活を続けているという。2001年には、日本航空ファーストクラスの機内職の監修を任される。2004年、日本に自身の会社、 アドリエ DY を設立、アドバイザーとして、名古屋の結婚式場、マリエルなど、日本の複数の企業と仕事をする。フランスでは2009年に DB コンセイユ、インターナショナルを設立。2013年、東京の銀座5丁目に、レストラン、ドミニク・ブシェをオープン。開業からわずか4ヶ月でミシュラン2つ星に輝く。2015年、銀座1丁目に移転オープンと同時に店名を。 ドミニクブシェ東京と改める。こちらも開業から4ヶ月でミシュラン2つ星を獲得。同年、フランス語翻訳家の松本ゆり子と結婚する。2016年、東京の銀座5丁目にビストロ、レコパンをオープン。2017年、金沢に、ルグリルドミニクブシェ金沢をオープン。2018年、名古屋に、レトレ、フルドミニクブシェをオープン。二千十九年、 ウェスティントホテル京都にドミニク・ブシェ京都、ルレストラン、ル鉄板焼きの2店舗をオープン。2020年ドミニク・ブシェ東京がミシュラン一つ星に降格。金沢の酒蔵、福光屋とのコラボレーションでフランス料理に合う日本酒ユリ、ゆり、福、サチを開発。2006年から2014年まで日本酒をアペリティフとしてワイングラスで飲むことを提案するなど日本酒の 新しい楽しみ方を推奨。また、日本初フランス生まれの新しい素材、永遠の白さを誇るブラン美獣のイメージアドバイザーも務める。ありがとうございます。